山野照之被告の無期懲役が確定いたしました。実は、一度は無罪となり、冤罪と言われていたこの事件。なぜ、無期懲役が確定したのか。また、どういった事件だったのか。本日は、この事件を皆様に説明させていただきます。愛欲の末に、人生をバグらせ、他者の人生の終止符を打った男の事件でございます。それでは、行きましょうか。2008年12月3日、埼玉県志木市中宗岡三丁目の民家にて、午前5時過ぎごろ、火災が発生いたします。その民家は、埼玉県志木市中宗岡三丁目は、志木駅から約 3.5 キロほど離れており、自然もあるのどかな住宅街となっております。また、駅周辺には、慶応式高校や立教新座もあります。この火災により、木造3階建て約100平方メートルが全焼して、3階で就寝中だった照之の元妻と、次女が焼死体となって発見されます。息子は火災に気づいて脱出しており、無事でございました。また、長女は火災当時は別居しており、火災に巻き込まれることはありませんでした。この火災により、尊い二人の命が失われることとなります。警察は事件性があるのか、それとも何かしらの事故だったのかを検証するために、自宅を再現した燃焼実験を行います。その結果として、自宅1階から2階に通じる階段付近が出火元の可能性が高いと判明いたします。現場の状況から、漏電や電気系統のショート、暖房器具による出火の可能性は、低いことが明らかとなります。この検証実験から、放火殺人の可能性が高まり、放火殺人の疑いで捜査を開始いたします。県警は、事件当日午前5時28分の通報を起点に捜査をいたします。火災当時、夫だった照之は、火災発生時には仕事をしており、火災が発生していたことを知ったのも勤務先だったと話していました。けれども、現場検証や自宅を再現した燃焼実験などから、照之が自宅にいる時間帯に、放火は可能と判断いたします。照之以外に放火が可能だった者はいなかったとして、2013年8月9日、埼玉県警朝霞署は殺人未遂現住建造物等放火の容疑で、元夫の照之を逮捕します。その当時、照之は逮捕容疑を否認しており、逮捕前の任意の捜査でも外出していたと供述していたなど、具体性がない返答があったそうです。ここで、山野照之の紹介が、夫から、元夫に変化していることに、皆様はお気づきでしょうか。奥さんが、火災で亡くなったから、元になったわけではないのです。そこに、この事件の鍵であり、源流となる動機が隠されていたのです。2008年8月、照之は家庭裁判所に、妻との離婚調停を申し立てていたのです。けれども、妻が調停に欠席しており、離婚裁判が進みませんでした。離婚裁判の理由は、照之が浮気をしており、その浮気相手と結婚するために、今の奥さんと離婚をしようとしていたのです。また、同年11月には調停が取り下げられております。照之は妻と結婚後に、姓を妻のものに変えていたが、
2009年3月頃に元々の姓に戻しています。もしかしたら、この時から、夫婦関係に亀裂があったのかもしれませんし、浮気があったのかもしれません。2010年1月に、照之は事件前から交際していた女性と再婚をいたします。事件があったのが、2008年12月ですので、ほとぼりが冷めた約1年後に再婚をした可能性があるのではないかと思います。これらのことが、殺意を形成していったのではないかと言われております。そして、第一審の裁判となります。検察側は、不倫相手と再婚するために、二人が逃げられないよう階段踊り場近くに放火した。と残忍な犯行を行ったと主張いたします。防犯カメラの映像などから出火時刻に自宅にいたとして被告を犯人だとしたが、計画性が高くないことから死刑ではなく、無期懲役を求刑とした。裁判では一貫して、被告は無罪を主張いたします。弁護側は、被告が出火前に家を出た可能性があると主張。さらには、妻が精神疾患で火をつけたり漏電の可能性を指摘して、無実だと主張した。離婚を穏便に進めようとしており、殺害しようとした形跡はないとした。2015年3月23日、さいたま地裁。川本雅也裁判長は、無罪判決を言い渡します。判決では、出火原因は放火と断定し、そして、防犯カメラ映像や燃焼実験結果から、出火当時、照之は外出していて、放火は不可能だったとした。検察側は判決を不服として控訴します。このように、第一審では、山野照之被告の冤罪が確定いたします。ここで、疑問となってくるのが、仮に本当に冤罪だった場合です。警察が行った専門家を交えた実験では、漏電などはありえないと出ております。そうなった場合、放火一択となります。放火だった場合、考えられるのは、純粋な放火、強盗、怨恨の3つに分類されます。純粋な放火だった場合は、室内に入る必要性はないので、選択肢から除外されます。強盗も金品が盗まれた痕跡がなかったことから、除外されます。最後に残るのは、怨恨となります。これなら、階段を遮断したことも頷けます。では、奥さんは、誰と揉めていたのか。そして、なぜ、犯行可能とされて、照之が犯行不可能とされたのか。そこが、後の裁判で分かってくるのです。東京高裁は、2016年7月。一審が無罪の根拠とした燃焼実験は、再現性がないと指摘。妻が放火した可能性も認めがたいとし、出火元をさらに調べるべきだ。として一審判決を破棄し、地裁に差し戻した。差し戻し審でさいたま地裁は、19年10月。被告は不倫相手と再婚するため妻子を殺害したと考えられ、火災発生と近い時刻に外出したことなどから、被告が放火したと認められると判断。求刑通り無期懲役とした。高裁も20年12月、被告側の控訴を棄却した。はい、ではね、ここからエピローグとさせていただきます。ここからは、今宵がお送りさせていただきます。で、まあ、まず最初に、どこまで真相に迫っているのかはちょっと定かではない部分もあるんですが、おそらく判決通りだろうというふうに私も思う部分はあるんですよね。仮にこの判決というものが本当であったとしたら、何やってんのって声を大にして言いたいです。というのも、次女に関して言えばまだ4歳だったんですよ。お前何してくれてんのっていう話なわけで、だってその長女がいて長男がいて、まあ長女がね、その別居してるっていうのを考えていくと、奥さんの年齢も30何歳かだったんで、ちょっと怪しいなというかおかしいなっていうふうに思う部分もあるんですが、
子供ができて、そんな4年でこんなこと起きるっていうふうに思うんですよ。多分ね、その間に冷めてしまったって言えばその通りなのかもしれないけど、やっぱりね、責任は取らないといけないと思うんですよ。仮に離婚するにしても、やっぱり子供の生活、奥さんの生活っていうのもあるじゃないですか。いろんな意味でちょっと無責任すぎるというか、なんというか、本当にね、言語道断すぎてちょっと言葉で言えない部分もありますよね。言い表せられない、自分の欲望のためにいろんなものをね、こう消し去って、結果その結婚生活というものが無期懲役によって遮断されているわけですよ。結局何も得てないじゃんっていうふうに言えるわけなんですよ。まあね、男女のことなんで、その当事者間でしか分かんないことってたくさんあると思うんですが、その目の前に妊娠である不倫相手との結婚っていうものがあるのであれば、強行に出ることはまずあっちゃいけないと思うんですよ。そしてその不倫相手も疑わしくなかったのかなっていうふうにちょっと思ってしまったんですよね。まあ疑わしく思ってなかったのかなと。そんな訳ありの人となんで一緒になりたい、またはなってしまったのかなっていうふうにも思ったりもします。結果ね、再婚相手すらも不幸にしているわけですよ。まあ今の技術ではね、その燃やしてしまえば全て灰になって消えていくっていうわけではなくて、科学実験によってどういうことが行われたのかっていうのがある程度やっぱ分かるようになっていますんで、本当の意味で逃げ切ることはなかなかもってできないと思うんですよね。だからこそやっぱり話し合い、けじめのつけ方、そういったものが本当に大切になってくるのではないかと思います。でもやっぱ本当悲しくなるよねっていうのが私の本音で、その山野の関係者全員が不幸になっちゃってるわけじゃん。子供も一人死んで、元奥さんも死んで、次の奥さんももう一人っきりになっちゃうわけですよね。で、子供たちは犯罪者の親じゃなく犯罪者の子供っていうレッテルが残ってしまうわけで、じゃあ誰が養ってくれるのっていうところも出てくるわけですよ。いやー、大人になっていくとやっぱ自由度っていうのが増してくるんですが、その自由には必ず責任っていうものが付きまとってくると思うんですよね。だからこそやっぱり最低限のモラルというか、やっぱ自分だけではなく相手すらも幸せにしていくっていう考え、そういったものが本当に必要なんじゃないのかなっていうふうに思いました。この事件を一つ、ご自身のストッパーとして使っていただければなと思います。またお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りさせていただきます。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。そしてなぜか最近チャンネルがマイナス成長しており、寂しく思っております。皆様ぜひとも登録のほどお願いいたします。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。